どうも皆さんこんにちは。おたまです。いつもね動画をご視聴いただいてありがとうございます。今回ですねこの新しい、ウリちゃんっていうね猫を紹介したいと思いますっていう猫の動画ではありません。今日はですね、中級者向けのミラーレスカメラの、紹介になります。僕のね、おすすめを紹介していく、一番ね、大人気な、僕のチャンネルのコンテンツになるんですが、この動画ではすでに一眼カメラなどを使っていてもっとクオリティの高い写真であったり、動画を、撮影されたい方、またはどうせね、初めて、カメラを買うなら、中途半端なねものを、買いたくない、そして後悔したくない、こういった方にはこの動画すごく向いているものとなりますので、ぜひとも最後までご視聴いただければと思います。今回ね中級者向けの、動画なので購入予算が20万円前後となります。もしね、予算がない方に関しては、10万円前後で、買える初心者向けのカメラも紹介していますのでそちらもご覧ください。今回はですね6機種に絞りまして写真と動画撮影どちらにおいてもバランスのいい機種を厳選しました。なのでね、写真だけで探してるとか動画だけで探してるってなってくると若干ね人によってはあれこれ本当かなって思うところあるかもしれないんですけどあくまでね、僕アマチュアになりますので別にプロではないです。なのでねそこを事前に注意してこの動画をご覧いただければと思います。それではですね、一つ目の、おすすめのカメラですね、パナソニックのルミックス GH5M2 になります。このカメラですね、いつだろうもう5年前とかな。瀬戸康史さんとかが、ルミックスの GH5 とかをねよく使っていて、それによってねすごいこう YouTuber が使うようになったカメラになるんですけど、それのねこう2世代目っていうものになっていて特徴としましては、やっぱ値段が安いんですけど、素晴らしい、手ブレ補正の性能もあって、でかつ 4K60fps っていう滑らかで、スローモーションの映像を撮影できるような、機能を持っていたり、あとは、秒間12コマで連写性能も高いっていうところがあります。デメリットで考えるとやっぱり、マイクロフォーサーズっていうね、カメラのセンサーがちょっと小さめになっているので暗所に対しての性能がそこまで高くないんですよね。なんで暗所の撮影が結構自分のね撮影スタイルの中に多く含まれている方ってなってくると、ちょっとねこうちょっとノイズが乗ってしまったりだとか、ノイズを乗らないようにするために、こう明るくて、値段の高いレンズを買わなきゃいけないっていうことになってくると本体のボディとレンズを組み合わせた時の予算が自分がね最初に想定していたよりも上回ってしまうっていうデメリットとかも、持っています。ただしボディとしての値段が、18万円。でもねこれね 727g っていう風に結構重たいカメラなんだよね。だからやっぱりレンズがいくらね軽くたってボディが重かったら結局ねあんまり他のねフルサイズセンサー搭載したモデルと変わりがないってなってくると、本当にこのルミックスの GH5 で予算低めでなるべく撮影を始めたいっていう方にとってはいいかもしれないです。2番目におすすめするカメラが富士フイルムの XT4 になります。これはですね、2610万画素って言って、先ほどのね、パナソニックのモデルと、それなりに近い画素数を持っているんですけど、でもね、画素数イコール、もう性能っていうわけじゃないので、どんなね、結局写真を撮りたいのか、映像を撮りたいのかによって、結局こう、スペックっていうのを比較していった方がいいんですけど、何よりも富士フイルムのカメラ、にしかない機能であれば、フィルムシミュレーションっていう機能があるんですけど、あんまりね、写真を撮ったり、動画編集をしたりするときに、例えばさ、あんまり色味とか、写真の編集とか、あんまりしたくないっていう人とかだと、その、富士フイルム側である程度ね、色味っていう、エモいね、色味とかっていうのを、設定することが最初からできるので、そういった部分を、省きたいっていう人にとっては、富士フイルムのカメラめちゃくちゃいいものだと思います。で、やっぱり、一番ね、動画撮影とかしたい人にとっては、さっきのね、GH5 Mark II もそうなんですけど、
バリアングルのやっぱり液晶がついているっていうのは、まあ、とてもね重要なことで、今僕もですね自分のね撮影している姿を見ながらねやっているので、まあ、この機能っていうのはマストなんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。やはり富士フイルムに関しても連写性能がまあそれなりに高くて、手ブレ補正に関してもすごく優秀。ただセンサーサイズは先ほどの富士、ルミックスのね、マイクロフォーサーズっていう機種よりも、大きいセンサーなんですけど、重さは 607g なんですよね。なので GH5M2 よりも 120g 以上ね、軽くなっているっていうところは、非常にポイントなんじゃないかなというふうに思います。ただね、フルサイズっていうセンサーに比べると、暗所性能はね、やっぱり、劣ってしまう部分があるんで、まあ、そうですね、予算があるのであれば、予算があって、かつ、まあ、動画の撮影よりも、まあ、写真と動画半分ぐらいやるかもしれないなとか迷ってる人だと、この富士フイルムの XT4 がいいと思います。かつその色味とかを自分で編集したくない、まあ、面倒だって思う方に関してはこの選択肢がベストなのかもしれないです。3つ目のカメラですね、キャノンの EOS R6 になります。こちらのカメラはフルサイズのセンサーを搭載しつつ、あれですね、暗所に対して非常に強いカメラになっています。まあ、大きいね、センサーを搭載していれば、その分ね、光をたくさんね、受け取ることができて、かつね、画素数っていうのが少ないと、その分ね、一つ一つのピクセルっていうのが、まあ、光を受け取れる量っていうのが大きくなるので、その分、暗い場所に関しても、綺麗に撮影することができるっていうメリットになってきますね。まあ、プラスアルファですね、4K60 フレームの10ビットっていう映像の撮影もできるので、やっぱフルサイズでね、すごく広いダイナミックレンジ、暗いところから、明るいところまでの、まあ、なんつうのかな、白飛び黒つぶりしにくいっていうところが非常に優秀なカメラになっています。で、5軸の最大8段の手ブレ補正がついているっていうところ。で、かつバリアングルによって自分のね、撮っている姿も見れる。重さに関しては 680g。680g は少し重たい方かもしれないね。だけど、まあ、やっぱりね、このカメラのいいところばっかり今説明してたんだけど、実際悪いところっていうのもたくさんって言うとあんまり聞こえが良くないかもしれないけど、まあ、やっぱり値段が高いっていうところ。29万円まで値段が跳ね上がるので、やっぱりフルサイズで、まあ、キャノンの、まあ、それなりにね、新しい製品ということで、この金額がついているっていう状態。で、ここからもう一つ、こう、キャノンのカメラを選ぶときに、事前にね、知っておかなければいけないこととして、レンズが高いです。レンズが高いし、あと、まあ、物によるけど、でっかくて重たいレンズが多いのよね。だから、こう、気軽にカメラを持ち出したいとかっていう人にとっては、正直、微妙なこのカメラだと思います。本体のボディもそれなりに重たいし、レンズも重たいし、しかも値段が高いしっていう風になってくると、まあ、正直それなりに覚悟あって、まあ、場合によってはこのカメラ上級者の方とかでも全然使える、まあ、カメラだと思うんで、やっぱりね、それなりの覚悟を持ってこのね、カメラを買うことがいいんじゃないかなと思います。手ブレ補正が5軸最大8段って書いてあるんですけど、このね、キャノンの、EOS R6 の手ブレ補正って、こんにゃく現象って言って、こう、あまりにもね、こう、激しい揺れとか、まあ、激しくなくてもなんだけど、まあ、揺れが起きた時に、こう、画面がこう、ぐにゃって歪むような、こう、こんにゃくみたいな動きをするんだよね。だそれが、やっぱりこう、動画撮影するときに、映像として使えないかなっていうふうに思っちゃうんですよ。なので、個人的に、このカメラを動画撮影とかに置くんだったら、やっぱり三脚に立てて撮影をするだとか、こうなんていうのかな、動きながら撮影するっていうことをなるべくね、ないっていう人が動画撮影としては使うと、まあメリットが高いんじゃないかなというふうには思います。四つ目のカメラは、EOS R7 ですね。同じくキャノンのカメラで、先ほどの EOS R6 よりも画素数が多く3250万画素っていうものになります。なのでね、まあ、クロップした写真、撮った写真をね、こうクロップして、なんかこうクローズアップしてね、印象的な写真に仕上げたいとかっていう人にとっては、まあ、この画素数っていうのは非常に優秀なものだと思います。かつですね、こちら 4K60p フレームの、10ビットの映像を撮れる、先ほどの EOS R6 と同じですね。で、5軸最大8段、これも同じ。
まあ、ほとんどが EOS R6 と同じスペックを持っているんですけど、大きく異なる点がやっぱりセンサーサイズが APS-C っていう一回り小さいセンサーになるっていうところ、あともう一つが、秒間30コマの連写が行えるっていうことですね。なのでここの違いを踏まえると、まあ暗所にはそんなに強くないかもしれないんですけど、やっぱりこの連写性能を使うことによって、例えばなんかこうなんだろう、まあレーサーであったりだとか、まあワンちゃんだったりお子さんだったり、まあこう動いている被写体をこう写真で捉えたいとか、まあそういった人にとっては非常に魅力的なカメラなのかなと思います。 APS-C の、センサーなのでレンズが軽くなる傾向にあるんですが、そもそもキャノン自体が APS-C の、レンズっていうのをあんまり出してないんですよ。だから2本ぐらいしか確かないんじゃなかったっけな。だから、まあ、そこがね、やっぱりね、こう、キャノンの、まあ、若干こう悪いところが出ちゃっていて、他のね、ソニーとか富士フイルムとかニコンとかだと、まあ、特にソニーに関しては、まあ、たくさんのメーカーから、他社製品のレンズ、サードパーティーのレンズっていうのが発売されているんですけど、キャノンがね、やっぱそこがないので、こう、値段をね、なるべく安価なもので試したいとかっていうのが、難しいし、たくさんの中から選ぶこともできないんだよね。で、それだけね、こう、選べるバリエーションが少ないと、中古市場に関しても値段がやっぱね、下がらないんだよね。で、しかもキャノンって、なんつうのかな、結構やっぱ人気なのよ。人気だからこそ中古のレンズ求める人も多くて、すごいだからレンズもね値下がりしにくいの、もう高いのよとにかく。だからまあ本当にお金に余裕がある人だったら俺は EOS R7 選んでもいいと思うけど、正直別にキャノンにこだわりがないのであれば他のメーカー買ってもいいのかなっていうふうにはやっぱり思っちゃうのが正直な、僕の思っている部分になります。5つ目のカメラですね、ソニーのシリーズに移っていきます。α7 III になります。こちらのカメラは24万円、まあ、結構ね、お値段今円安の影響で高くなってたりするんですけど、何よりもね、このカメラは、特徴としてやっぱソニーのエコシステムを利用できることっていうのが素晴らしいことだと思います。まあ、スペックに関しては正直 EOS R6 よりももうだいぶ前にね発売されたカメラになるので、ちょっと性能で見劣りする部分にはなってくるんですが、まあ、バリアングルのね液晶もないんで、こう自撮りでね撮って撮影するって言った時には正直あんまり向いてないので、なんか YouTube 撮影をしたいとか、なんか自分のね写ってる姿を撮りながら撮影したいっていう人にとってはこのカメラはまず向いていないです。はい、まあ、もちろんね、まあいろいろモニターを別で映すとかもあるけどね、やり方はあるけど、まあ正直あんまり僕は向いてるとは思わないです。なのでどちらかというと、まあ自撮り撮影をしない動画撮影をするとか、まあ写真メインの方にとってソニーのたくさんのレンズを使ってなるべくこう安価にフルサイズセンサーを搭載したカメラを楽しみたいっていう方にとっては、このカメラはベストなチョイスになってくるとは思います。すごく人気なシリーズだったんで、中古市場もねかなり活発でたくさんね在庫があったりするので、値段もねだいぶお求めやすくなっていたりするのも特徴です。6つ目のカメラになります。こちらはね僕何回もおすすめしてるんですが、ソニーの α7C になります。正直ですね、このソニーの α7C は α7III 先ほど紹介したカメラと性能はほぼ同じです。じゃあ何が違うのっていうところだと、手ブレ補正を搭載しているフルサイズセンサーの中で世界で最も軽量っていうところですね。先ほどの α7III のカメラは 650g に対して、こちらの α7C は 509g になっています。なので、まあ、やっぱり軽量コンパクトっていうのは正義で、まあ、どこかにね持っていきたいってなった時にすぐにねこう結局パッて持っていけるかっていうと、やっぱ重たかったり大きかったりすると結局ね、まあ持ち歩かなくなっちゃったりするんですよ。やっぱりスマートフォンの画質とかもすごく上がっている中でわざわざカメラを持っていくってなった時にこうマイナスの要素が多すぎると結局カメラ使わなくなるっていう人がなんかね市場調査でなんか6割とか7割ぐらいが持っていかないみたいなねことがあったんですよ、結局買ったとしても。なのでやっぱりそこの部分をなるべくこうなくしていくために、このソニー α7C は軽量コンパクトで、まあ、フルサイズの画質がめちゃくちゃ綺麗で、
で、かつ、さっきのソニーの α7-3 に比べると、価格もね、最低価格でも20万円とか、まあ、場合によっては中古でもう少し安く買えるとは思うんですけど、まあ、そこがね、やっぱり、まあ、なるべく、まあ、ハードルが少ないっていうところ、まあ、レンズもね、ソニーなんで安いものが買えたりするっていうのはいいところですよね。まあ、ただやっぱりね、このカメラも全然完璧っていうわけではなくて、ファインダーをこう覗いてね、撮影するってなった時に、やっぱりね、こう、α7C のファインダーってめちゃくちゃちっちゃいんで、こう、レンジファインダーっていうやつなんですけど、もうめちゃくちゃちっちゃいんで、やっぱりそこのね、こう、なんか覗きにくいっていうところと、実際にこう、カメラを構えて覗き込んだ時に、自分がね、想像するその写真のものに仕上がってるかどうかって、正直、このファインダーを覗くよりも、もしかしたらモニターを見た方が、わかりやすいんじゃないかなって思います。軽くて、画質が良くて、動画撮影と写真もどちらも両立できて、かつ、こう、バリアングルのモニターで自分が映ってるのも見たいっていう人とかに関しては、すごくね、適しているかなっていうふうに思います。ただね、どちらのさっきの α7-3 でも α7C でも、動画の手ブレ補正とか、まあ、手ブレ補正を搭載しているんですけど、正直、こう、写真用の手ブレ補正になっているので、こう、歩きながらの自撮りをするような状態での動画撮影っていうのには適していないです。しっかりと、こう、脇を締めてね、カメラを固定した状態で、なるべく手ブレが少ない状態で撮影するものになっているんで、まあ、そこがね、あまり期待しすぎない方がいいところかなというふうに思います。はい、以上が、中級者におすすめのミラーレスカメラ、6000でした。まあ、的の絵に移りますと、まあ、正直、今回紹介したカメラは、個人的には、こう、中級者っていうよりも、初心者の方に関しても、このカメラを買った方がいいかなっていうふうには思ってます。やっぱり理由として、結局画質が良くないと、みんなね、スマホでいいじゃんってなっちゃったりとか、するんですよ。なので、今回紹介したカメラって、どちらかというと、こう、画質がめちゃくちゃいいっていう、まあ、めちゃくちゃっていうのはちょっと大げさかもしれないですけど、やっぱ画質が明らかにスマホよりもいいっていうものをチョイスしたんですよ。なので、その画質をとにかく、求めている方で、なんかそこにプラスアルファ、まあ、軽いものがいいよとか、動画の撮影がもう完璧に全部この自分の撮るもので叶えられるものがいいとか、まあ、そういったね、こう、画質プラス、何かプラスアルファで自分がこだわっている部分を今回紹介したね、この6個のカメラの中で見つけられたのであれば、そのカメラを選ぶと、まあいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。はい。皆さんはどう思いましたでしょうか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。で、この動画をね、見ても自分に合ったカメラがよくわからない、っていう方で相談したいっていう方がいらっしゃれば、下のね、概要欄に、コメントの、する場所を設けています。そこでね、一つ一つこう返すことはできるんですが、いきなりね、何のカメラがいいですかってこう、雑に聞かれても、正直ね、こう、いろんなね、こう、予算は何ですかとか、細かくね、こう、聞かないといけなかったりするので、コメント専用のテンプレートっていうのを、僕が作っているので、そのテンプレートをコピー&ペースト、またまあね、引用して、ぜひね、コメントに入力していただけると、こう、何度もね、こう、聞き返したりする手間がかからないので、ぜひとも、そのテンプレートを利用して、自分に合ったカメラに対しての質問、相談をしてください。ぜひね、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いいたします。いつもね、こういうカメラの動画上げてるので、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。